か？プロフェッショナルシュート、その23年の歴史の上でも数人しか現れていない怪物。日本人もこう熱くなるような、そういう格闘技の試合をしたいですね。みんなが燃えるような。2009年、その資格を有する者が出現した。クレイジービー堀口教授。過去の怪物たちは勝利を積み重ねていく間に必ず決めた、倒した。山本キッド則文率いるクレイジービーが送り込む21歳はここまで6戦6勝5連続ノックアウト中。倒すとか決めるとか、それが練習の成果かなと思うので、そこに集中していきたいですね。練習量が多いからそのセンスが飛び出てきて、一瞬の隙で決まっちゃう。もう1ラウンドで相手はノックアウトされるのは全然思ってます。シュートを始めてからわずか3年で新人王 MVP、 世界ランカーと瞬く間にステップアップを果たした超新星。相手は未知数なところがいっぱいあるんで、やってみて自分がどう思うのか、強いと思うのか、こんなものかって思えるのか。そんな新星に待ち受ける審判の時、立ちはだかるのは第5代世界フェザー級チャンピオン上田正和。楽しみですね。結構自分の力が全部出せる相手かな。この軍門に下る若き才気は数知れず、堀口教授の前に立ちはだかるのは未だにシュートパウンドフォーパウンドとの呼び声高き男。レスリングでも日本トップの実績を誇り、当時はキッドにも勝利。 MMA では一度しか敗戦を喫しておらず、この試合の後は UFC を追いかけるアメリカ金網総合格闘技ベラトール FC に出場予定。シュートでは最後になると思うので、最後にちょっと出し切った試合をみんなに見せたいです。日本じゃトップですね。だからそれを超えられれば自分の打撃は通用するんじゃないかな。世界でも打撃が強いんで、すごい怖い選手です。巨大化し移ろいゆく MMA、 今日打たれるこの一戦は必ずや歴史に残る分岐点となる。はい、勝って挑戦したいです。自分が勝たないと、新しい人が勝たないと盛り上がらないと思うんで、格闘技が。だから自分が勝って、もっともっと日本の格闘技を盛り上げてきて。